しょ。よろしくお願いします。もっと話せばいいのに。ダメだよ、いいんだよ。画面いっぱいいっぱいじゃん。別にアスカ映す必要ないからいいんだよ。いないので、今日はアスカ、ね、今日からよね。こんばんは、プラチナキャッツのコーラスリンです。さあ今回からプラチナキャッツリンのイブニングミュージックと新しく番組名を変えまして、この番組をお送りしたいと思います。この番組は武蔵小杉駅から徒歩2分、武蔵小杉タワープレイス内サテライトスタジオより生放送でお送りしております。サテライトスタジオね、ぜひ皆さん遊びに来てください。ユーストリームでも同時生配信しておりますので、ぜひ皆さんユーストリーム内でドリームキングダムと検索して、ユーストリームでもお楽しみください。この生の映像がご覧いただけます。すごいね、今日からねユーストリームも今まですごい斜めから撮っていただいてたんですけれども、今日すごい真正面すごいドアップで緊張するんだけど、ぜひ皆さんね、ちょっと目を薄めてみてください。ユーストリームご覧の皆さんはね、よろしくお願いします。さあさあさあ、今まではね、なんだかんだ言ってアスカがね、プラチナキャッツのねキーボードのアスカが来たりとか、たまにヒョウジが遊びに来たりとかしてね、わちゃわちゃやってたんですけれども、今回からは私一人でやりたいと思います。でね、やっぱイブニングミュージックっていうねタイトルでやっていきますので、他のアーティストさん呼んで、いろんな音楽もここで流していけたらなと思っております。よろしくお願いします。さあ4月に入って桜お花見だねって言いたいんだけど、なんか最近ちょっと天気がおかしいよね。今日もすごいなんか風が強くって、すごい本当に飛ばされそうなぐらいの勢いで、もう桜のお花が、綺麗に咲いてるお花が散っちゃうんじゃないかなって思うぐらいの強風ですね。雨はね、なんか昨日も降ったり止んだり、今日もどうなのかな、明日もなんかここ数日ずっと雨予報が、雨マークがついてて、来週ね、私お花見をする予定なんですけど、もう散ってんじゃないか全部っていうぐらいの天気予報で、ちょっとドキドキしておりますけれども、無事お花見ができればいいなと思います。お天気が良ければね、今週末お花見っていうね思ってた方も多かったんじゃないかなと思います。ぜひね、雨が降らなかったらお出かけしていただいて、せっかくの桜をね満喫していただけたらなと思います。さあそれでは今日も30分間お付き合いください。よろしくお願いします。じゃあ今日のオープニングナンバー、この春の季節に聴きたくなる曲、スピッツでロビンソン。さあ今日から内容も全部一新してお送りしますよ。このロビンソンいいね、すごい久しぶりに聴いたけど、やっぱりこの季節に聴きたくなる曲ですね。いろいろね、今回からお便りもまた募集してテーマに沿ったお便りいただいて、それをもとにトークしていこうかなと思ってるんで、ぜひ皆さんね、お便りどしどしお寄せください。めっちゃ懐かしい。でもこれあれだよね、ユーストリームとか見ていただいてる方は聞こえてないんだよね。逆にユーストリームはこれ入れちゃいけない。そうだもんね。そうだもんね。私のトークでお楽しみください。まだ急に目が。急に目がマジになる。キラーン。キラーンよ。すごいなんか。一人になると、でも、病気になったりしたら困るんだ。私ね、風邪ひかないのよ。風邪ひかない？そう。ほとんど風邪とかひいたことない。病気したことを記憶がない、あまり。その、動けなくなるぐらいの、あんまり記憶にない。インフルもかかったの遠い昔だし。でも酔っ払って動けなかっ
くなったことはある。ある。それはある。大いにある。それはある。大いにある。大いにあるけど、それは、川崎 FM 関係ない。関係ないから。関係ない。うん。はい、お聴きいただきましたスピッツでロビンソンでした。すごい懐かしい曲、すごいいい曲、ぜひね皆さんねフルで聴いてください。さあ今日から今回からまたお便りいただいて、それを元にトークしていきたいと思います。あのねブログとかねいろんな SNS で告知して私もいろんなお便りをいただきました。今回のテーマはもしもタイムマシンがあったら、これ絶対みんな一回は考えたでしょ。私も幾度となく考えたよ。タイムマシンがあったらこんなことしたいなっていろいろ考えて、皆さんはどんなことを思ったのかなと思って、今日はそれをテーマにトークしていきたいと思います。早速ねいただいたお便り読んでいきたいと思います。まずは1つ目、ラジオネームご機嫌リリーさん、ありがとうございます。リンさんこんばんは。こんばんは。今回のテーマ、もしもタイムマシーンがあったらなんですが、私は過去か未来だったら、過去に戻って子供の頃の自分に会ってみたいです。なるほどね。消極的だったり、勉強の仕方がわからなかったり、子供の頃自分に足りなかった部分を大人になった私目線でいろいろ教えてあげたいです。そしたら将来もう少しは賢く頭のいい自分になってるのかな、なんて想像しちゃいます。ただそうなると今の自分はいないと思うと、それはそれで少し寂しいのかも。リンさんは過去と未来どっちに行ってみたいですか？なるほどね。なるほどね。過去に行きたいのね。過去、うん。まあ確かに、こう、あ、もうちょっとここでこうしてればなとか、もうちょっとあそこで、なんかこう、はっちゃけてればなっていう、このご機嫌リリーさんの意見も確かによくわかる。こう、なんかでもね、行ったらね、私ね、やっぱり過去に行っちゃったら、やっぱり別に今の自分が嫌じゃないから、なんか、そうね、私は未来に行きたいな。私は未来に行って、こう、今こうやってね、音楽活動やったりしてるけど、それがどうなってるのか見てみたいし、せこいことを言えば、あれよね、宝くじの当選番号を見て、それをもとに年末ジャンボ買います。それで大金持ち。そういうのも考えたことある。私はね、過去か未来かに行くんだったら、未来派かなーって思いますね。さあ、ありがとうございます、ごきげんリリーさん。まあね、まあその、アドバイスしてね、こう、なんていうのかな、もっとこういう自分になりたかったっていうね、願望を叶えるのもね、確かに、いい。タイムマシンの活用方法なんじゃないかなって思います。さあ、それでは2通目いきましょう。ラジオネームアリンコさん。リンちゃんこんばんは。こんばんは。もしもタイムマシンがあったら、私は自分の大学時代に戻りたいです。これも過去形なのね。現在、一女のママをしています。私は娘を大学時代に妊娠、出産したため、大学を卒業していません。両親が一生懸命学費を工面してくれて、やっとの思いで行かせてくれた大学。その大学を妊娠したため中退。今自分が親になってみて、その時の両親の気持ちが痛いほどわかります。もちろん、娘を産んだことに一切後悔はありません。生まれてきてくれてありがとうって思います。その反面、両親のことを思うと、ちゃんと大学も卒業してればよかったと。もしもタイムマシンがあったら、大学時代の自分にこのことを伝えたいです。なるほどね。なるほどね。こうちょっと、やっぱり後悔がある部分があると、やっぱりその時の自分に戻って、こうやった方がいいよっていうアドバイスを今、大人になって、大きくなって、いろんなことを経験した自分が、だからこそできるアドバイスね。をしたいってことね。でもこれって結局タイムマシーンで行って、昔の自分と話すわけよね。
これ現実だったらものすごいことだよね。なんかさ、過去の自分えらいびっくりしそうじゃない？ええー、みたいな。あんた誰ってなりそう。なんか素直に意見聞くのかなとか逆になんか思っちゃうんだけど、これは余計なお世話。これは余計なお世話なんだろうけども。ね。まあ確かにね、それはわかります。まあ私は過去にもし戻るとしたら、私は、そうね、中学校時代に戻りたいかな。中学校時代の中2ぐらいに戻って、私高校が女子校だったわけよ。女子校ってやっぱりこう、共学に比べると、なんかちょっと遊べないじゃない？なんか、こう、しかもなんかすごい私、高校が厳しいところで、男女交際禁止とかいう、すごい、ガッチガチなお嬢様学校に行っちゃったもんだから、それもね、別に私が行きたいと思って行ったわけじゃなくて、なんとなく、まあ別にいいや、ここで、みたいな感じで行ったのね。だから、今、激しく後悔、共学にしてればよかったなって、すごい思う。なんかね、やっぱり共学だったらもっと楽しかったのかなとか思って、まあでも別にね、その女子校時代に会った友達は今でも仲がいいから、それは全然ね、いいんだけれども、もしタイムマシーンがあったら、共学にしとけって。共学の方が絶対楽しいぞって。なんか、もし言えるんだったら、言いたいね。まあ結局これもね、過去の自分に話しかけちゃあれなんだけれども。まあそれだったらね、まあね、このアリンコさんもね、そうね、その今自分が親になったからこそ、こう、やっぱり子供を思う気持ちっていうのがね、すごいさらに分かって、逆にその自分の両親の気持ち、それをこう、思いを受け取って、あ、やっぱりね、大学だけは卒業してればよかったなと思うっていう気持ちはね、すごい分かります。でもね、なんかこういう言葉が、もしね、ご両親が聞いてるんだったら、その言葉だけでも結構ね、ご両親嬉しいんじゃないかなって思いますよ。さあ、じゃあこのアリンコさんからのリクエスト曲があります。リクエスト曲いきましょう。福山雅治でクスノキ。このクスノキって曲初めてもしかしたら私聞くかも。さあ次もね、新しいコーナーをやります。なんかね、どうなのって思うあれだけども、ぜひ皆さんね、参加してお便りいただけたらなって思います。このね、テーマも毎月毎月テーマを変えて、来月もまたテーマを決めて番組の終わりに告知してお便り募集しますので、ぜひ皆さんね、ヤフーアドレス後で教えるので、そこにお便りいただければなと思います。さあ、ここからは新しいコーナーを持ってきました。りんちゃん叱ってーのコーナーでーす。さあ、なんでこのコーナーかというと、まあこのコーナーの趣旨は、こうなんかこう、普段日頃自分がこういうところがいけないなとか、
こういう失敗してしまったなとか、かもしくはこう私のこの彼氏にこんなことを言ってやってとか、そういうね、私に叱ってほしいっていうね、そういうお便りを募集してこのコーナーをお送りしたいと思います。じゃあ早速お便りいただいております。行ってみましょう。ラジオネームポコタさん、りんちゃんこんばんは。こんばんは。今回のラジオからりんちゃんに叱ってほしいのコーナーができたということで、早速叱ってもらおうと思います。よし来た、叱ってやろう。僕はどうしてもタバコがやめられません、うん、今まで何度も禁煙を試みましたが、いずれも長続きせず、一番長い禁煙期間でたったの1週間です。短いね、1週間短いね。タバコは体に悪いし、お金はかかるし、やめた方がいいのは分かってるのですが、やめられません。こんな僕を叱ってください。ダメね。タバコはね、私もね、全然ね、こう、吸わないから、ちょっと吸われると、おーって思っちゃうんだけど、こうやめたいと思ってるんだったら、やっぱりすっぱり禁煙外来にでも行って、こう、禁煙しないと。こう、何回も何回もそんなね、短い禁煙を繰り返しても意味がないんで。ポコタさん、しっかりしなさい。はい。ね、数入りましたか。じゃあ次行きましょう。ラジオネームヤッピーさん、リンさんこんばんは。こんばんは。僕はかなり朝に弱いんです。いつも二度寝をしてしまい、時には会社に遅刻してしまいます。やばくない？会社に遅刻するぐらいってやばいね。目覚ましをかけてもいつの間にか止めてしまっていて寝坊。こんな僕にカツを入れてください。いや、会社に寝坊するのはまずいね。寝坊して遅刻はね、大丈夫なの？クビにならないの？結構緩いとこなのかな？まあこう、許される環境だから、ついつい寝坊も何度もしてしまうっていうのもあるかもしれないけど、ちょっとそれはダメですね。まあいろんな人に迷惑をかけちゃうんでね。ちょっと朝は、ちょっと早く寝るとか、こうちょっと今あるじゃない、サプリメントですっきり起きれるやつとかあるじゃない、そういうのを活用してぜひ朝対策してください。ヤッピーさん、しっかりしなさい。はい、ということでここでまたリクエスト曲いきましょう。斉藤和義で歩いて帰ろう。すごい懐かしい、これも。なんかすごい今日ジメジメする。髪の長い私にとってはすごい強風と湿気は大敵なのよ。これやばいね。でも女性は結構雨も風も苦手な人多いよね。こうやって髪の毛がこうボサボサになるってまとまらないっていうからね。今日はちょっと大敵だな。こういう日はお花見できないな。ここからはりんちゃんと独断と偏見のランキングコーナーです。今日はね、最近の売れ筋の曲3曲持ってきました。私の独断と偏見で流していただきたいと思います。では早速1曲目、3代目 JSOULBROTHERS で流星。これあれでしょ、なんだっけ、
PV、ミュージックビデオがすごい有名なんだよね。こう振り付けがね。これは知ってます、私も。なんかすごいね、このね、三代目 JSOUL BROTHERS は私の親戚が大好きなんだよね。だから流したってわけじゃないんだけれども、なんかね、すごいね、今やこう EXILE の弟分みたいな感じでしょ？きっと。確かね、私よく知らないけれども。その EXILE よりも今はなんかすごい人気が出てきてるっていうことで。すごいね。すごいなんかこう、PV も見たけど、なんていうの、アゲアゲな、めちゃめちゃ楽しそうなノリノリな、そんな感じの PV だよね。はい、聴いていただいております。三代目 JSOUL BROTHERS で流星。この曲はあれでしょう、結構で、私の親戚とかにも、好評でなんか宴会芸とかでなんかみんな踊ってやるんでしょ？すごいね。ここの感想のところとかね。やるらしいですね。私はよく知らないけど。すごいね。じゃあ続いていきましょう。2曲目。ホワイティーンで愛歌。これ懐かしいよね。要はカバー曲ってことでしょ？女性のなんか方が、グループが。歌ってるやつね、ホワイティー、グリーンのあれだからホワイティーなのかな。今月はね、プラチナキャッツ2回ライブがあるので、それもライブ告知番組の最後にしたいと思いますので、ぜひ皆さんチェックしていらしてください。この川崎でもね、ライブします。また4月の25日土曜日に川崎セルビアンナイトさんでライブさせていただきますので、ぜひ皆さんお越しくださいね。はい、聞いていただいております。ホワイティーンで愛歌です。すごい懐かしい。カバー曲ってことよね。名曲ですからね。私もこれが今なんかこう売れてるってちょっとびっくりしました。さあ、それでは行きましょう。次、チャイであなたに恋をしてみました。この曲は知りませんでした。知らなかった。なんか聞いたことあるようなって感じなんだけど、なんかドラマの主題歌みたいだね。でもなんか PV を見てこう可愛いなって思ったんで、今日流させていただきます。こうちょっと懐かしさも感じさせるような曲だよね。これなんかフレージングとかが、なんか私はそう思った。チャイさん、
さあさあ、もうあっという間でね、あと番組も残りわずかです。ここでプラチナキャッツの告知をさせてください。プラチナキャッツの告知をさせてください。さあ、プラチナキャッツ、今月は2回ライブがあります。4月の19日、日曜日ですね。埼玉県ウニクス稲さんでライブさせていただきます。お昼の11時ぐらいからだったかな。はい、お昼のフリーライブになります。ちょっと雨が降ったら中止になってしまうんですけれども、ぜひぜひ皆さん晴れたらお越しください。そして4月の25日土曜日はここ川崎でライブさせていただきます。川崎、セルビアンナイトさんでライブさせていただきますね。詳細はプラチナキャッツのブログやホームページご覧ください。よろしくお願いします。さあ、今回からね、テーマを募集してお便り、いただきたいなと思っております。次回のテーマ、子供の頃の夢、叶いましたか？はい、このテーマでお便り募集したいと思います。お便りはラジオネームを添えて、pc_radio1@yahoo.co.jp、pc_radio1@yahoo.co.jp までお寄せください。そしてね、りんちゃん叱ってのコーナーでね、そこでもね、お便り募集します。こんなことで叱ってほしいとか、ここでカツを入れてほしいとか、そういうエピソードありましたら、まあ、どちらのお便りもリクエスト曲もね、募りますので、ぜひ皆さんこういう曲聴きたいなとかありましたら、流してほしいっていうのありましたら、合わせてリクエストもお便り募集しております。次回の放送は5月1日金曜日でございます。ぜひ皆さんね、またこの30分間ね、5月1日金曜日聞いていただけたらと思います。さあ、今日はこのプラチナキャッツの曲でお別れしたいと思います。プラチナキャッツでリグレット。お相手はプラチナキャッツのコーラス、リンでした。バイバーイ。見てますよ、これ。ここに。ここに。ん？本当だ。はい、お疲れ様。はい、ありがとうございます。